俺には小さい頃から夢がある。それは仮面ライダーになりたいという夢だ。男なら一度は誰もが憧れるであろう正義のヒーローだ。しかし物心がつく頃には仮面ライダーは非現実的な人物であることに気がついてしまい、その夢を諦める者が後を絶たない。それが今の日本の現実だ。俺は成人し大人になった今でも仮面ライダーになる方法を探していた。それは困難極まりなくほぼ不可能に近かった。何もできなく自分の無力さにイラつきが溜まっていく一方だった。なぜ仮面ライダーは無垢な少年たちに広大な夢と希望を持たせながらも最終的には裏切るのか。それでも正義のヒーローかと仮面ライダーを自ら追い詰める日もあった。同時に俺の夢もここまでかと諦めかけていた。だがその時は突然訪れた。おい、仮面ライダーになる方法が見つかったぞ。なんだって。いや、ダメだ。え、しろ。戦え戦え、自分から行け。首持ってかれる。